こんにちは。ビルドアートの久米と申します。今回東京ビッグサイトの方に弊社ブースを開設いたしました。今回の、弊社の取り組みとしましては、一緒に楽しく住宅を作っていきたい、そのテーマをもとに今回ブースを出展いたしました。弊社ビルドアートで建てました、お客様をご紹介したいと思います。まず第一に、お客様のご希望はこのように全て盛りだくさんのご希望がございました。これを、どんな形で私どもが現実に建物としてお客様にご提案したかといいますと、こういう間取りになっております。1階が、学習塾、2階がアパートで、3階部分にご自宅という形ですね。それで、3階の上にペントハウスを設置することにいたしました。実はこのペントハウスに上がっていただきますと、私ども相模原ですから大山という山がですね、綺麗に見ることができます。続きまして2番目にご紹介させていただきたいのが町田市の長田様邸のケースになります。このお客様はですね、ゴッドファーザーという映画を見た時に、その主人公が住んでいたご自宅を自分家として現実に再現したい、なおかつ魅力的な家を提供してくれないか。それで私どもが提供した家はこちらになります。玄関から入っていただきますと総大理石になっておりまして、このホールにはイタリアから直輸入したモザイクタイルを張り込んでおります。それでリビング、ダイニング、キッチンに関しましては26.6 畳という巨大スペースを 2×4 という工法で取り込むことができました。外交面に関しましては草むしり、草刈り等をしたくないということだったので、総タイル張りになっております。3番目にご紹介しますのは横浜市渡辺様邸になります。ハウスメーカーにきっぱり断られた超変形地になんとか家を建ててほしい、これがお客様からいただいたお言葉でございます。それで私どもビルドアートが現実に建築しましたのが、このような建物になります。基本的には2世帯住宅でございますので、玄関から入りますとリビング、それでお父様のお部屋があります。それでダイニング、キッチン、それで2階に行きましてもまた2世帯ですからリビングがございます。それと寝室、ゆったりとしたスペースを演出することができました。変形時でも対応できるビルドアートでございます。やはり住宅を建てるにあたってお客様は本日ご来店いただきましたお客様も含めまして、一生懸命考えられているのはどうしたらいいものができていくのか。案外それは単純なことでして、建物を作る上でお客様がまず楽しんでいただくこと、その中でお客様とよりいいものを選びまして、それを希望する建物に取り入れるという内容になっております。2012年朝日住まいづくりフェアに神奈川県知事でいらっしゃる黒岩知事が弊社有限会社ビルドアートのブースにお越しいただきました。その映像をご覧ください。どうも。先ほどお話聞かせていただきました。ありがとうございました。どうも。スマートハウス、ありがとうございます。知事感動しました。ありがとうございます。で私どももとりあえず神奈川でですね、神奈川の相模原市で地元の工務店としてですね、住宅で電気を極力使わない、石油をとりあえず使わない、ガスを極力使わない、何しろお客様のやはりそういうランニングコストを抑えて提案させていただいてます。やはり先ほど知事が言われたようになるべく化石燃料だとか原子力ですね、それに依存しないように。私も工務店もその方向で進んでおります。ああ、ね。それは素晴らしい。どうぞ。実際にですね、建てたお客様の家がございます。こういった形でお客様、このお客様はですね、間口が6メーターしかないんですけれども、塾をやりたい、アパートをやりたい、いろんなものがぎっしり濃縮されている家になっております。あとはですね、やはり日頃外で一生懸命やられてますんで、安らぐ家を提供させていただいております。同じ方向で頑張ってます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こんなビルドアートでございますが、今後もよろしくお願いいたします。